ピースの上に着物を着ていきます。着物はローブジャポニカです。着物は右手が下で左手が上にきます。腰紐をして襟元を整えていきます。襟を整えたら後輪ベルトで留めます。ちなみにワンピースはアビエタージュ、首元のネックコルセット、タイツも全てアビエタージュさんです。この日はへこ帯、ファニーゴコさんのへこ帯を巻いていきます。簡単に文庫結びにします。お菓子の包み紙のようなアルミホイルっぽさが気に入っています。帯飾りにシスター社さんのゴムのベルトをつけて、まだ肌寒かったのでコートも着ていきます。コートは丸まり、ポンチョ風の見た目です。ちょっとゴシックな着物スタイル出来上がり。